トライアスロンコースに関する記者発表ということでお集まりいただきましたまずスイムですけれどもここですねあのこのポンツーンからスタートいたしまして最初の一周は1000メートルこうぐるっと回りますでそこで一回ポンツーンに上がっていただいて第二周は500メートルということです都会のど真ん中の海とこういうそのオフィスビル街の間をアスリートが駆け抜けるというのは初めて えー、会場からは東京タワーレインボーブリッジスカイツリーなどあと豊洲市場などですねこの東京の名所が一望できるまさに東京2020オリンピック・パラリンピックのショーケースになるうような競技体験になると確信しております。えー、最後ののですねアスリートがが安全に競技を行うためそしてこの大会が 継続してできるようにレガシー,としてレガシーのためにですね水質の問題がありますが水質の確保が行われ継続的にこのトライアスロン競技がこのお台場で開催できるように願っております。 あのこの夏ですね、あの今も続行しておりますけれども、あの水中にスクリーンを、三重のスクリーンを貼るのと、あとはあの一重ですけれども、こう下につくような、こう2種類の設定をした実験をしております。で、この夏いっぱい、あのそうした実験をしまして、そのスクリーンの中と外と、あのどのように効果があるのかどうかというのを検証いたしまして、でその結果を、あの IFNFIOC と検証しましてまたそれを来年につなげて来年また別のさらにこの夏の結果を踏まえた実験をしましてそれで2020年につなげていくということで。 そういういう一発勝負ではなくてですねあのいろんな実験を重ねてその結果をフィードバックするというプロセスを2回繰り返すことであの選手にとってですねあの安全にこう安心してベストがだけあの出していただけるようなそういうあの環境を作っていきたいと思っていますすそうなんです <laughs> 大変なんんでで大変す <laughs>。 あのー、はい確かに、あのー、障害が原因で体温調節が難しい選手というのはたくさんいます個人的に私に関しては例えば暑さ対策とかですとトランジションにあの義足などを置いておきますよねそうするともうそれがものすごい暑さになるんですねで、あのー、ただのシューズとかバイクとかではないのでそれを実際に足につけて で走ったりしないといけないのでそれをつけた瞬間に燃えるような暑さだったりとかもしますでそういった時には、えー、実はリオの時もあったんですけれども下にあの氷を用意しておいてその足に装着する道具をそこに入れて冷やしておくんですねで足に装着した時には、まあ、冷えている状態であったりとかっていうような工夫はしたことがあります でですので今度、東京2020でもまあいろんな暑さ対策が用具の面でも体の面でも必要なのかなという印象はあります。